皆さんこんにちは。札幌交響楽団バイオリン奏者の岡部明子です。イカのサイラです。ビオラの鈴木隼人です。チェロの小野木亮です。ご存知の通り、現在新型コロナウイルスの影響で、たくさんの演奏会が中止となっています。私たち演奏家にとって、この状況は非常に辛く、もどかしい時間が続いています。そこで皆様に札幌交響楽団のメンバーによるアンサンブルの演奏を映像でお楽しみいただこうという企画を考えました。記念すべき第1回目は残念ながら中止となってしまいました3月の定期演奏会のロビーコンサートで演奏する予定でした。グリーグの弦楽四重奏曲より第1楽章を皆様にお届けします。さあ、これをグリーグを演奏しようと決めたのは小野木くんですが、なぜこの曲を演奏しようと思ったんですか？はい、ですね、3月の定期演奏会というのがオール北欧プログラムでしてね、その北欧の弦楽四重奏で一番有名なのは何かなと考えたときに、このグリーグの1番というのがしっくりきまして、それで皆様にお声掛けをさせていただきました。なるほど。とてもかっこいい曲です。久しぶりに作曲メンバーと再会をしまして、演奏した時間というのは本当に楽しく充実していて、あっという間の時間でした。一日も早く皆様にまた演奏をお届けする日が来ることを心から願っています。これからも温かい応援をよろしくお願いします。そして最後に、この企画によって、会場をご提供いただきました北星学園大学の皆様に心よりお礼を申し上げます。ありがとうございます。それではどうぞ。
はい。